年なう浅川でですすくだらないものの工房の匠です先にね、なんか、匠くくんがまた新商品をね、はい、出したっていうことで、その宣伝をしちゃいましょうか。はい。今回はですね、VTuber とか、まあ、YouTuber とか、あの、皆さん、10万人行かないと盾もらえないじゃないですか。銀の盾ね。ね。 それで、うちの方でカスタマイズしました。<laughs> えー、チャンネル登録者数、1000人達成、木の盾っていうのを作りましたので。この、印字するとこ別に1人とか2人でもいいんだよね。あ、そう、ここカスタマイズできるんで。<laughs> あのー、100人達成したとか、20人達成したでも全然 OK です。ただね、あの、YouTube のロゴとか使っちゃうとさすがに怒られるんで、あの、そこはちょっと、今回は VTuber 用に。あー、なるほど。そうか、そうか。オフィシャルに真似しすぎちゃうとまずいわけね。<laughs> そうなんですよ。まんま作っちゃうとさすがに怒られるので。 えーっと、YouTube じゃなくて VTuber って書いてあったりだとか、えー、まあ、ちょいちょい濁してはいるので。<laughs> あの、説明欄とあとコミュニティの方にね、画像も添付してね、つけておこうかなと思いますんで、気になる方はね、チェックしていただいてと。で うちにね、なぜかあるこのレーザーカッターっていう非常に便利な道具があるので。<laughs> 焼くやつね。うん。あ、こういうの作れんですかみたいな依頼があったらもう何ぼでもオーダー聞きますんで。ね、なんか名刺とか QR コードみたいなもね、焼けるっていう話なんで。あ、そうそうそう。お店やってる人とかだと、あの、お店の、なんてうの、レジ前とかにこうぶら下げとく板みたいなのも作れますんでね。表札とかもまあできないかないんで。ええー、ぜひぜひご注文お待ちしております。はい、ということでね。 まあ、4月に入って、新生活をね、迎えてる人もいるんじゃないかと。ねもう、うちなんて、ここ3、4年、全く何も変わってないので。<laughs> 新生活って何だろうっていう感じですね。この新生活の思い出とか、この一人暮らしの、この、こういうのあった方がいいよ、みたいなね、話をね、ちょっと。 しておこうかなと思うんですけれど。一応これだけは聞いておけというやつをやっていきましょうか。<laughs> なんかさ、たくみくんはその一人暮らしをし始めた時にあたって、この電化製品とかこういうのまあ買え揃えたとか、そういうのはどうなんか記憶は残ってる俺最初に電子レンジ買わなかったんですよ。あー結構いるよね、そういう人ね。<laughs> 電子レンジ苦手で、なくてもまあね、学校の間なんとかなんだろうっつって、<laughs> 何年だろう 3年ぐらい電子レンジない生活やってたんですよね。ついに耐えきれなくなって買ったと。そう、あの、妹と二人暮らしするようになった時に妹が買って、ああ、なるほどね。で、使ってみたらね、電子レンジめっちゃ便利なんですよね。<laughs> あのね、<laughs> なんだろう、俺結構その、アウトドア気質というか、あの、電子レンジ信用してないところがあって、火でいいじゃんってなるわけですよ。ああ、そういうことね。 だから電子レンジ対応の食器あんまり持ってなかったんですよね、その当時。ほとんどがあの、アウトドア用品でなんとかやってたので、食器が全部金属なんですよ。<laughs> アルミとか金属ダメじゃんねだからね、片っ端から使えなくて、結局、百均とかで買い直したみたいなのはありましたね。俺、それで言うとあれだな、しばらく冷蔵庫買わなかったんだよね。ああ、いますよね、冷蔵庫ない人。コンビニが近くにあったりすると、コンビニが冷蔵庫代わりになってたりとか。<laughs> あ、なるほどね。自炊しないと冷蔵庫なくても済んじゃうところあるじゃん。アパートに据え置きでついてるすっげーちっちゃいのあるじゃないですか。うん、初めからついてるパターンもあるんだよね、これね。そう,そうそうそう。俺はもともとそうだったんですけど、さすがにちっちゃすぎて、ちゃんとした使いましたね。俺結局最後まであの、四角の一個のやつだけで済んだかな ああれだってコンビニの、それこそコンビニ弁当とペットボトル2、3本入れたらもういっぱいですもんね。<laughs> そう、ビールとか入れたらもうすぐ <laughs> 埋まっちゃうから。<laughs> まあなんか、キャベツとかなんか買い込んでその料理する感じではなかったから別に冷蔵庫とか野菜室いらねえなと思ったけれど。 いざまあ、実家帰ってくると、まあやっぱ大きい冷蔵庫便利だなと思うよね。うんうん,うんうん。あとはまあ、それで言うと、俺は神奈川から東京に引っ越してくるときにもテレビを処分したかなああテレビはいらないってね、本当に。結局さ、俺その、パソコンにつないで、そのテレビを見るように、そのチューナーみたいなのを外部のさ、USB のやつ買って、それにしてからそのテレビ本体がいらなくなっちゃったんだよね。うんうん。 今の人ってね、テレビあんまり見ないだろうから、テレビも買わないって人増えてるんかもしんないな増えてますね。実家みたいなところとかででっかい、そのリビングにでっかいテレビがあって、そこで DVD 見るとか、そういう人じゃないとテレビいらないですよね。あとさ、それで言うとあれだよね、最近の若い人ってデスクトップのパソコン買わないじゃん。らしいですね。<laughs> なんかすげえ、だから引っ越し楽そうでいいなって思っちゃうっていうかな。<laughs> <laughs> 俺もうデスクトップじゃないとダメですもん、絶対に。そのまあね、うちらは仕事的にちょっとね、必要だっていうのがあるんだけれど、うん、その、自分がさ、どっか引っ越しって考えた時に、このパソコン周りを一回全部このばらして、これがね、すごいす、ね、嫌なんだよね、この、 ディスプレイケーブルとか全部外して、USB のハードディスクで外付けとか全部外してっていうのを考えると、それだけで頭が痛くなるんだけれど。と、この間ちょっと試しに、あの、後ろ側を見てみたんですよ、ケーブル類を。<laughs> はいはいはい、はい、やったんで、もうこれ一回バラしたら付け直せねえなっていうようなケーブル刺さってますからね。これをだから、 17インチぐらいのノートパソコン1台でやってる人なんかはね、いわゆるまあこう、ノマド生活みたいな人なんかはそれだけで完結。ね。MacBook だけみたいな人いますよね。最近のほら MacBook とかもそうだけど、グラフィック強いやつとかってそれ単体でいけちゃうもんね。そうなんですよ。な動画の編集とかもね、ノート PC でいけちゃう人いますからね。そう,そう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 。 もし自分がまだ東京とか住んでて2年置きぐらいに引っ越すんだったらもうデスクトップはやめてる可能性あるかなと思ったかな。ああ、なるほど。まあそこで住む仕事量だったら確かにノートの方が圧倒的に場所取んないですからね。場所取んないのとあと、例えば出先とかに持ってけんじゃん全部環境それがでかいなと思ってね。ねえ。デスクトップはそうもいかないからな。 あとはなんか、たくみくんはある一人暮らしの時、これ必要だったな、とか。まあ逆に、これ必要なかったな、みたいなもんね。あー、なんだろうな。必要なかったやつか。<laughs> 今、あれじゃん、バイクが必要なく <laughs>、なてってきちゃったし。<laughs> 今はね、あのね、一人暮らしの時は結構必要だったんですよ。結構活躍してたんでしょ、最初の頃は。そう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 。一人暮らしの時はそうなんだけど、二人で住み始めてからあ、そこそこ。その、なくなりましたね。そ,そ,そのやっぱ二人乗りをするのかなり決心っていうか、あの <laughs>、電車で行く気楽さはないわけだよ。 ね、ないっすね。だって、バイク引っ張り出すのに10分ぐらいかかって <laughs>。<laughs> 服も着替えなきゃなんないしね。そう,そうそうそう。で、メット準備してとかってやると、ね、出発するのにこう1時間かかって、行くのにも結構体力使うんだやっぱり。うん。逆にこれだけはいいやつ買っとけっていうのが、米を炊く炊飯器。<laughs> 炊飯器ね。炊飯器はね、ちょっといいやつ買った方が圧倒的にあの、 QOL がすごい上がるんでん。電子レンジとか冷蔵庫もそうなんだよな。やっぱいいやつの方がいいはいいんだよねと。で、最初俺もね、炊飯器別にと思って、実家のお風呂を持ってったんですよ。ああ、なるほどね。なんだけど、ま、なんかちょっとイマイチだったのと、あの、じゃ一人暮らし用のやつ買おうっつって3号炊きとかを一回買ったんですけど、あれ使いづらいので、でもうちょっといいサイズ、5号炊きぐらいのちょっといいやつはあった方がいいですね。 俺もね、1号とか2号だけのすごいちっちゃいの買ったんだけれど、うん、やっぱあの、上手に炊けないっていうんかな、いい感じになんなかったりするから、おっ、うん、きいのでちょっと炊いた方が意外とうまくいったりするっていうかね、まあまあ、台は小を兼ねるっていう理屈で言うとそういうことになるんだけれど。そうなんですけどね。 これだ、冷蔵庫にも言えてさ、うん。結局、大きい冷蔵庫でその、大きい冷凍庫があると、すげえ、使い勝手がいいっていうかう。便利なんですよ、すごく。冷凍庫を結構使うんだよな、うん、氷とか冷凍食品ね、一人暮らしだとね。そうそうそう。あと、ね、たまに実家から仕送りじゃないですけど、救援物資が届いた時に、意外と冷凍庫ないともう入りきらんみたいなた <laughs> そうなんだよねあと、なんだろうなあった方が便利だったの。 あの、まあ、これからね、初めて一人暮らしをするって人、しょっぱな買っとかなきゃいけないって言って、ちょっとびっくりしたのがカーテンですね。カーテンそう。カーテンはすごい重要。 あれでね、だいぶ変わりますからね。音とか光とかね、こう遮断する。あのなんか、ランクがあるんだよね、カーテンでね。そうそうそう。あの厚みというかね。ね、1級とか2級とかね、書いてあったりするから。ちょっといいやつ買っといた方がいいですね。<laughs> ほんと安いやつ買うと朝の光とかガンガン入ってくるもんね。<laughs> そう、ただの薄っぺらい布なんでね。<laughs> もう外から見えなきゃいいや。 っていうわけにもいかないってことが分かりますよね。ニトリとかでいいから、ちょっといいやつ買っとけってなる。うーん、だからあとは、あれか、机とか椅子もそうだよなぁ。うん。あ、俺あと逆にいらなかったのが、あれですね、ラグ。あー、ラグマット。うん。 なんか、オシャレラグとか、布一枚敷くだけでみたいなやつあったけど、全然逆に邪魔でしたね。俺は、あれにクッションフロアみたいなのにするようになって、逆にカーペットやっぱ買わなくなっちゃったんだけど、はいはいはい。カーペットって捨てるのも大変なんだよね。捨てるの大変ですしね。ちょっと前に、うち一回ラグ一応敷いてたんですけど <laughs> あの、あまりにも古くて、あのね、粉になり始めて。<laughs> あるある。<laughs> すっげえなんか、あれ部屋埃すごくないとか思ったら、もうカーペットからめっちゃこなでてて、あ、これは捨てようって言って。ラグで言うとさ、ラグの毛が長すぎて、掃除機でうまくこう。はい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 。できないやつ。うん。掃除機がこう巻き込んじゃったりするパターンがあったりとか。うん。絨毯とか買うにしても、毛の短いやつを買うようになったからああああ。 ちょっとクッション性あるやつでね。そう。毛長いやつってさ、最初買った時はすげえいいのよ。あったかくてふかふかしていていいんだけど。ここんね、だんだんあれがね、掃除しにくいことが気がついて、うんうん、毛とかなんか食べ残しのやつとか奥のやつ取れなかったりして、<laughs> 汚ねえな、みたいな。<laughs> 確かにあれ引っ越しの時捨ててったな あとそう、掃除といえば掃除機もちょっといいやつの方がいいんじゃねえかなっていう。あ、掃除機はそう、絶対いいやつ買った方がいい。これは、マジで。俺一人暮らしの時に、あなんつうの、あの、ハンディクリーナーあるじゃないですか。はい,はい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 。あれで十分だろうと思ってたけど、全然ですもん、ね。全然全然。 やっぱちゃんとしたやつがあった方がいいですわ。吸引力はマジ大事だよね。うん。吸引力だと,と、信頼のおけるメーカーの、コードレスじゃないと、意外とすぐバッテリー早く死ぬっていうのが。<laughs> そ,うそうそうそう。そう <laughs> コードレスのやつはね、一瞬でね、20分ぐらいで切れるやつありますからね。あるある。だん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 、その寿命がね、短くなってって、うん、俺も2台ぐらい買い替えたけど、やっぱ某よろしくないメーカーのだと、ほんと1年ぐらいでバッテリーが死んでたね。うん,う,んうん。それなりに有名なやつって機能が 良かかっったたりりそののバッテリーの信頼度が高うんまあ何かしら理由ありますよねちゃんとねあとあのー、まあ掃除機だったらフィルターとかあああの辺の汎用性があるかどうかフィルタータイプかあのゴミ袋タイプのやつかっていうね、うん、あそう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 まあね今ね4月で引っ越しシーズンっていうところでうん,うーんこの会社によっては本当ね数年おきに転勤っていうところもあるだろうからね ねえほんと、転勤とかしたくないですもんまず大前提として、あまり荷物を持たないっていうね、パターンもいいかなっていう、そのいわゆるミニマリスト的なね、考え方でっていう、うん、これがね、なかなかこう、まあ、俺とか、拓く君見てくみそう一箇所に長くいるとね、やっぱり荷物がどんどん増えてくから、多分うち来るとびっくりすると思いますよ、荷物ローサ もう、だって、今んとこ長いでしょ七八年ぐらい住んでるの。今七八年かなぁ。七八年も住んでりゃねだいぶ荷物が。そう、うちというか、俺が特にここで仕事しちゃってるから、仕事道具とかねその一般家庭にないような機材とかがすげえ多いんで <laughs>。なるほどなうん。 まあ、この、電化製品に限ってやっぱ最初にいいやつを買っちゃった方がいいなっていう気は。そうっすね。それはそうだと思います。安物買いの銭失いになりかねないということが多々あるので。しょっぱなはケチるなと。<laughs> っていう感じですね。くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の え入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡くださいよろしければチャンネル登録お願いします